ベネフィークの広告モデル海老原ゆりさん、そして本日はなんと海老原ゆりさんのお母様真由美さんにもお越しいただきました。ゆりさん、お母様、どうぞステージにお願いします。このような会で、発表会という会でお母様とご一緒にご出演になるというのは初ということなんですが、今のご心境いかがですか？いや、本当にこうやって母と共演することって本当に貴重なことなので、私もお話をいただいた時はすごく嬉しかったですし、楽しみに今日はしてます。お母様もすごいこうスタイルもですし、こう肌も本当に、そうなんですよ、私よりスタイルいいんですよ。すごいなんかいいお見本が横にあるっていう感じがしますよね。そうですね、はい。こうゆりさんから見てお母様とこう似ているなと感じる部分、いろいろあるかと思いますが、こう見えて母ってすごく明るくって、どんなに辛い時でも弱みを見せないっていうか、はつらつとしてくれる頼もしさがあるんですよ。なので私もそういう女性でありたいなとも思いますし、ちょっと似てる部分はあるかなとは思ってます。芯が強くて自分でやりたいなと思ったことは割と最後までやり通すといいますか、はい、そういったところが似てるかなと思います。芯のこう強い部分っていうとすごくこうかっこいいなと思いますけど、ちょっと頑固な部分もあります。そうですそうですお母様と似ていてよかったなと実感することってあります？そうですね、先ほど顔立ちが似ているっておっしゃってもらったんですけれども、その中でもやっぱりちょっと肌が強いところとか、あとどちらかというとシワが少ないタイプとかなんかそういうところはちょっと遺伝してよかったなって思うところかなと思ってますね。うわ、これはちょっとお母様に感謝じゃないです？ありがとうございます、お母さん生まれてくるお子さん、夫婦のどんな部分を受け継いでほしいとお考えでしょうか？そうですね、やっぱりいいところは受け継いでほしいなとは思ってますね。例えば主人のちょっと芸術的センスのところだったり、私の明るく、前向きな性格だったりっていうのは受け継いでほしいですし、なんといってもやっぱり母からもらったこの肌や強い肌とか、そういうのも、もし遺伝するならしてほしいなとは思ってます。エビファラファミリーでファッションや化粧品のショッピング一緒に行かれることはありますか？はい、私が上京した時にはよくお買い物行ったりとか、おいしいものを食べに連れてってもらったりとか、先日も温泉とか行ってきましたでお話もいろいろ弾んでですね、親子っていうよりやっぱり女子会みたいな雰囲気になってしまいますね。そうですね、やっぱり美容とか化粧品とかファッションについての話は盛り上がりますね、最近では今から生まれてくる赤ちゃんのこととか話したりとかしてますよ ね、 ね。ゆりさんは美の第一線でお仕事を続けていらっしゃるんですが、その上でこうお母様の存在ってご自身の中でどんな存在ですか？あ、そうですね、やっぱりデビューして今まで来られたのは本当に陰で母が支えてくれたおかげだと思ってますね。やっぱりちっちゃい頃から健康面や美容とかそういうのをいろいろ考えて美味しい照り料理を作ってくれたなとも思い返しますし、やっぱり母には感謝してもしきれないなと頭が下がります。ありがとうございます。どうです、なんかこうご自身が妊娠をされて、なんかお母様に対する感情ってなんかちょっと変わった部分とかってあります？改めてやっぱり母の偉大さとかそういうのを感じますね。